王石は南朝生から梁にかけての官僚、軍人。字は、文海。本願は、牢屋軍林義剣。曹祖父は王寿。祖父は王援。父は王宗優。姓の行基将軍の王宗優の子として生まれた。七歳で文章を作ることができたと言われる。成長すると、学問を好んで広く、書物を少量した。任、が王石に会うと、 その再起を称賛した。また、陳薬が、王石の英職の死を見て激章した。正の末年に、王石は、冠軍業三軍となり、外兵三軍や、起室三軍を歴任した。領の転換初年、安奈領、昭集のもとで守護に任じられ、朝廷では、昭書三奇妙や定常政を務めた。余用権令や戦闘権令を歴任したが、 いずれも職務を放り出して面刊された。しばらくを経て、小東、王将駅の下で、傾斜市議参軍に任じられた。将役が会計軍大使となると、王関は従って、会計に赴任した。軍堺の運門や、天中山で遊んで、月を重ねても帰らず、入り弱夜景の死を付した。健康に召喚されて、大芝十字中郎となり、中山大部に転じた。 官僚勤めに志を得ず、市場や道を歩き回って、こういう相手を選ばなかった。正役が、慶州市となると、王関は召し出されて、安政不思議三軍となり、作包み県令を兼ねた。県の事務を見ず、日がない一種に明け暮れ、訴えを起こす人がいると、無知をくれて追い返した。ややあって死去した。生前の文章を集めた文集が当時に通行した。こに、 大緑があり、やはり文才があったが、大関に、先立って死去した。ありがとうございます。